尖閣沖での中国海警局の動きが活発化しているのはご存知でしょう。ですが、艦艇の交代時にレーダーをオフにしているわ。知ってる人はあまりいないでしょう。今回詳しく見ていきますね。 B3C 哨戒機から丸見えだったのです。それにしても、日本政府はどこまで検討しているのか、日米大での連携が。今後大事になってきますね。日韓での2カ国会議は全て開催されません。日本もついに切れましたね。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本の領海に中国海警局所属の公船2隻が侵入。約26時間経過後の翌3日に同海域を出るまで長時間にわたって領海侵犯を行い続けていたことが報じられた。これら2隻の中国海警局の公船は尖閣諸島周辺海域で操業していた日本の漁船に接近する動きを見せていたため、海上保安庁の艦艇が監視を続け、中国側に退去の警告を継続していっていたという。中国海警局公船による尖閣諸島周辺海域への領海侵犯は先月の3月29日にも同様に2隻で行われており、この時も日本の漁船2隻に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止している。頻発する尖閣諸島周辺の日本の領海内への中国海警局の公船の侵入行為は、一方的に尖閣諸島は自国の領土だと主張する中国の事態の既成事実化を狙った行動との見方が大勢を占めている。ことに2021年2月より改定施行された中国海警局法によれば、中国側が必要と判断した場合の武器使用の基準が引き下げられるなど、実力行使を後押しする動きが続いており、予断を許さない。また、このところの2から3年の間で増えている状況としては、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が水上及び対空レーダーをオフのまま航行して侵入、同海域到着時にオンにする運用を行っているという。こうした動きは、日本の自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇の尖閣諸島海域への出入りを把握させないと思って行われていると考えられ、より悪意を強めた行動だと見さされている。そもそも水上及び対空レーダーを稼働させずに中国側の艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域において日本の漁船など他艦艇との衝突の危険性が高まることを意味している。加えて、一部の中国側の艦艇は日本の艦艇用の民生用のレーダーを搭載しており、あえてこれを稼働させることで時間が中国公船であることを隠蔽する意図を持っていると考えられている。しかし、個人的にはこうしたアナログな手法で自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようというのはかなり無理があるように思え、そうした企乱をしていることの誇示こそが狙いのようにも見える。また、こうした尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦
遼寧を中核とする艦隊が、4月3日には、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだという。航空母艦、遼寧は、中国海軍の練習用の空母との位置づけだが、今回、日本の領海や接続水域への侵犯はなく、これが同様のルートで、航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月であったことも、記憶に新しい。その時は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に新型コロナウイルスの罹患者が発生、隔離のため、一時的に太平洋地域で活動可能なアメリカの空母が一隻もない異常事態の際だった。そのため、従来、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、この時とばかりに、自国の遼寧を、これ、見よがしに太平洋本面に展開させたことが、その当時も大きく報道された状況だった。最近の中国は、一時中断が伝えられていた新型航空母艦の建造を再開しており、この遼寧や続く3トンと異なり、ついに電磁式カタパルトを装備した固定翼、機運用型になると、召されている。さらに続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた原子力推進の実用化も、進めている模様で、目標として掲げている航空母艦6隻体制の構築を、確実に推し進めてきていることが確認されている。こうした中国海軍の増強に対し、この2021年4月8日にはアメリカの上院の外交委員会が戦略的競争法と訳される法案を示し、こうした中国への新しい対処方法を打ち出したものとなった。アメリカ上院の超党派から提示されたこの戦略的競争法は、日本や韓国との同盟を基軸として安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めている。中でも、日本にとっては、現状中国の脅威にさらされている尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた、その第5条の適用対象であることを、明文化しており、極めて重要な意味を持つ内容だと言えるだろう。2021年1月に誕生したバイデン新政権をはじめとするアメリカは、前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用する恐れがあると、見られていただけに、今回の動きは若干の安堵を伴うものと思える。しかし、例によって中国政府はこの戦略的競争法に対しても強硬に反対する姿勢を早々と表明しており、ウイグル問題にも踏み込んだ。同法の趣旨に対し、主権の侵害を激しく主張している。南シナ海の領有権の主張にも一向に譲歩する姿勢は感じられない中国だが、2021年が尖閣諸島に対する圧力をさらに高めてくることは間違いないだろう。